氷川きよし大阪に来たで、お忍び感強めなプライベートにネット興奮、胸元がセクシー。歌手の氷川きよしがプライベートで大阪に来たことを自身のインスタグラムで報告した。その装いに、わあ今日もかっこいいなど注目が集まっている。写真は、わあ今日もかっこいい胸元がセクシー。新大阪駅のホームに降り立った氷川きよしの姿。 シャワーは新大阪のホームで撮った写真を投稿。キャリーバッグを右手に黒のジャケットに好きにパンツを合わせたコーディネートでポーズを決めていた。プライベートで大阪に来たでー。やっぱり何回来ても大阪はええなぁ。大阪、めっちゃ好きやねんと大阪愛を綴った。さらに、12月2 0 2 1 2 2日新歌舞伎座でコンサート。 そして12月26日にホテルニューオータニ大阪でディナーショーがあります。お楽しみにと綴った。ネット上では、わーキーナが新大阪駅今日もかっこいいお仕様が新大阪駅に、胸元がセクシーなどの声が上がっていた。ひかわきよし金髪姿でマイアミビーチ堪能。フロリダ良いとこですよ、に、金髪に合うマジの声。 歌手の氷川ワキヨシ47が29日自身のインスタグラムを更新し、米国フロリダ州に来ていることを報告した。写真、笑顔でドリンクを飲む金髪姿の氷川ワキヨインスタから。氷川は It's pretty hot in f l o イ d i found a nice shop in マイアミビーチ。フロリダはかなり暑いです。 マイアミビーチでいいお店を見つけました、と綴った。また、金髪にした髪をまとめ、白い T シャツと短パン姿の写真を投稿。フロリダ良いとこですよ、と楽しんでいる様子だ。ファンからは、ひかわきよし金髪似合う。最近ほんと綺麗。え大阪に出没したと思いきやマイアミに飛んだのマジあれ キーナ、さんが金髪に、など、驚きの声が上がっていた。氷川きよし大阪に来たでー。モノトーンなを忍びこうで披露。年末には大阪でディナーショー開催。歌手の氷川きよしシが28日に自身の SNS を更新。プライベートショットを公開した。インスタグラムで、プライベートで大阪に来たで。 やっぱり何回来ても大阪は、えなあ大阪めっちゃ好きやねんとつづり、大阪に訪れたことを関西弁で報告。黒のジャケットにスキニーパンツを合わせ、新幹線のホームでポーズを決めたショットを投稿した。写真、ブロンドの清志47歳美形ぶりにネット騒然12月20.21.22日進化膝でコンサートそして12月26.27日。 ニホテルニューオータニ大阪でディナーショーがあります。お楽しみに、と続け、ファンへ向けてライブを告知している。ストーリーズで、久しぶりに12月26.27と私ニューオータニ大阪でディナーショーやります。お問い合わせで電話が大変みたいです。とても気売れ C 叫び、ありがとうございます。なくなって、転売高額チケットで買わないでくださいねどの講演も。 チケットはお早めにお願いします。と嬉しい悲鳴を伝えた。